はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回開封するのはね、いやもう目の前にありますけれどもね、あ出ちゃってんな、駿河屋。はい、こちら何を買ったかっていうとね、福袋ついて、ほんときついって、これいやこれもう二度と買わへんわ。はい、こちらですね、中古福袋ジャンクフェイト関連商品30アイテム入りボックスっていうことでね、こちら駿河屋福袋センターっていうところですね。そんなところがあるんだ、福袋専用のお店センター工場ってことかな、倉庫。うん、まあね、そこの通常1階ってなんだ、状態通常 1F、なんだろうこれは、意味深だな。でこちらね3480円ということでね、私ねフェイト大好きなんですよね、フェイトに限ってはねアニメ全作品見てますし、アプリゲームのねフェイトグランドオーダーもやってるっていうぐらいね、めちゃくちゃ好きな作品です。まあタイプムーンのねシリーズが好きなんですよね。うん、前回ねドラゴンボールの、 あの雑貨 100点のやつで大爆死したんですけれども、あれでもう二度と買わないっていうね宣言したんですが、まあ、早速ね買っちゃってるんですが、どういうことっていう話ですよね。いやドラゴンボールの雑貨あれは買わないっていうことですね。あのやっぱねこういう配信者の方ってやっぱこうやってね福袋自ら買って開けて中身を見てそれをね視聴者の皆さんにお届けして実際購入するかどうかを判断を任せられるっていうところがあるんですよね。で私の場合は配信者側なんでね、中身をやっぱねこう自称見分みたいなのをしないとね、何が入ってるか怖いじゃないですか。なので撮ってるわけですよ。だから前回のドラゴンボール雑貨100点、まああれは見てもらえば分かる通りね、タオル好きな方だったら買って損はないと思いますが、まあ 99% ね、もう皆さん買わないっていう判断になるだろうと思います。はい、そういう注意喚起のための動画でもあります。はい、はい、ということでね、今回はこのフェイトがどういう感じかっていうのをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で私ねこれを買う前にね、つい最近ねフェイト関連のグッズを買ったばっかなんですよね、それをちょっとお見せしたいんですが、こちらですね、はいはい、これアクリルスタンドなんですけど、これはキャラトリアっていうシリーズですね、はい、それのフェイトグランドオーダーアプリゲームのやつですね、はい、それの起きた装置ですね。まあこれは起きたジェット装置なんですけれどもね、飛行ユニットを取り付けた起きた装置、水着冷蔵、はい、で起きた装置オルタ、はい、これがね一番私好きなんですよね、うん、起きた装置の中でも一番好きな形態で、横にはね織田信長がいますけれどもね、ノップ、はい、でこれが通常の起きた装置なんですよね、可愛らしいですね。で最後が、はい、こちらがねアーキタイプアースっていう名前なんですけれども、まあ、実際は月姫っていうねゲームに出てくるアルクエイド、はい、吸血鬼のアルクエイドですね、はい、それがグランドオーダーに登場して名前がアーキタイプアースっていう風になってますね。なので月姫もね、私、普通にプレイしてクリアしてますんでね、なので根っからのフェイト好きです、はい。まあ、まずねそういうねフェイト好きっていうのをアピールしてから福袋を開けたいと思います。では前回と同じ手法でね手探りで皆さんの目の前に出して一緒に、見ていきたいと思います。ちなみにね箱自体は前回より全然大きいです、はい、前回が80サイズぐらいだったとしたら今回100サイズくらい、
まあワンサイズ大きくなった段ボールぐらいですね。でもそれでもね、3480円ですからね。前回のドラゴンボール7000円だからな、あんなゴミで。一応ね、持った感じめちゃくちゃ重いんですよ。めちゃくちゃ重いんでね、何が入ってるのかさっぱりわからないんですよね。まあフェイトもね、一番くじとか出てますからね。まあおそらくタオル系は入ってるんでしょうけれども、はい、では一番上からね取っていきたいと思います。あ、ちょっと待って、あら、これね、裸ですけれども、なんかね、柔らかいものが入ってます。はい、いきますね。これちょっと、あ、大きいね。いくよ、せーの。めちゃくちゃいいじゃんこれえ、ちょっと待って、これクッションなんですけれども、あれ、ちょっと好きだぞ俺こういうの。なんていうんだ、クッションでいいのかな、抱き枕。あ、ちょっと見てください、私が先ほど買ったキャラトリアシリーズですよえ、これめっちゃ当たりやん。え、しょっぱなからドラゴンボール福袋抜いたぞ。あ、これ手触りもすげえいいしね、まあ、クッション、まあ、裸なんですけれどもね、新品ではない、新品ではないけど汚れとかもないですね。傷や汚れとかはない、めっちゃいい。しかもね、これキャラ的にジャンヌダルクでね、私好きですね、ジャンヌダルク。めっちゃ可愛い。いや、これいいな、当たりだわ。早速一発目で当たり引きましたね。これでまだ29アイテム入ってるんですよね。いや、これいいな、ちょっと早速。いや、でもな、こっから落とされる可能性もあるぜ。では早速2つ目いきますか。一番上から、あ、ちょっと待って。これはね、もう言いますね、雑誌というか本かな、分厚い本です。はい、何でしょう、こちら、バン、何これ、タイプムーンエース。あ、そんなの出てんの、知らなかったな。本ですね、まさかの本が入ってた。しかもこれは私知らないし買ってもないんでね。いつのこれ、ボリューム11。あ、古いっすね2016年4月発売のやつですね。ああ、なるほど、古いけれども、どうなんだ、この228ページの別冊付録はついてなさそうですねあ、これちょっと資料的にもいいね。あ、いい、あ、これはちょっと後で見ますね、これね、はい。まあ、定価は1111円ということでね、ちょっと待ってください。当てますね、タイプムーンエースですはい、じゃん感触が一緒だったっすねあ、これも別冊付録ついてあるはずなんだけどついてないね、12ってことは11、12ってきてるね、2016年号か。あ、違う、2017年だ。あら、1年飛んだねあー、なるほど。2冊目、1200円。これもゆっくり読みます。次からはもうね、小さい雑貨、小さい雑貨、とりあえず何点か、ちょっと取れます。はい、ドン、あ、出ましたね、はい、フェイトグランドオーダーのこれくじですね。 J 賞って書いてある、ラバーストラップ、シェヘラザードですね。はい、
まあまあまあ外資は入ってると思ってたんでね、一番くじの、はい、でもう一個が福袋雑貨っていう荷物 ID とともに貼られてますね。あ、これちょっと名前が入っちゃってるからちょっと今隠しましたけれども、査定者の方がね、はい、なるほど、これはあれだね、どう見てもあの方ですね。あ、しかもこれあれだ、ポストカードついてるね。ちょっと開けてみるか。はい、出ました、ギルガメッシュ、ギルガメッシュのアクリルスタンドかな。しかもこの背景付きでね、背景付きのアクリルスタンド。いや、ギルガメッシュはね、男キャラの中で一番好きなんですよ。最推しですね、男キャラの。当たりですね、私にとっては当たり。うん、あ、かっこいいぜ、ギルガメッシュ。組み立ててみますか。はい、出来上がりました。こんな感じですね。いや、めっちゃいいじゃん、このアクリルスタンド。はい、ポストカード付きの背景。いや、すげえいい。ああ、これいいね。うん、これは飾っておける。はい、では続いてね、小物、まだあるんで、小物いきますか。ああ、これ裸だね、裸で。チロチロってありますね。いきます。はい、あー、ラバー系だね。はい、はい、ラバー系が4点。はい、今手探りでやってるんでね、ちょっとわからないんですが、もう一個ラバー系があるかな。はい、ドン。あ、はい、牛若丸、これが何だろう、よくわからないやつなんですけど、ドン。あ、やっぱボールペン、ボールペンか、シャーペン、ボールペン。うん、フェイトゼロ、うん、これのシャーペン&ボールペン、あれ、うん、シャーペン&ボールペンセット、キャスター陣営。あ、でもこれ700円って書いてあるね。うん、まあこれはね、有効活用できますね。もう一つボールペンっぽいのあるな。はい、じゃん。お、来ました、ギルガメッシュ。ギルガメッシュの940円もする。あ、物差しも入ってんだ。物差しとボールペンかな。ステーショナリーセット、うん、ステーショナリーセット、うん、ギルガメッシュ好きにはたまらんね。あと、これは何だろう。はい、同じやないかい。全く同じもの出たね。シャーペン&ボールペンセット、キャスター陣営。せめて別のキャラにしてくれ。同じもの、同じものはいらんよ。ちょっと福袋感が出てきたな。ちょっとお得かなと思ってたのに。なんか裸でプラスチックみたいなのがあんな。なんだこれ。はい、ちょっと待って、おいおい、ブルーレイ、え、ブルーレイ入ってんの？劇場版フェイトステイナイトじゃん。え、これちょっと嬉しいな。え、普通にね、今だったらネットフリックスとかね、Tアニメストアとかで全然見れるんですけど、あ、これはいいね。でもね、円盤は嬉しい、持ってないし。うん、その他。値段は書いてないけど、買い取り日が、2022年5月14日、うん、あ、これはいいな。あ、これはいい。円盤は嬉しい、ブルーレイだし。あ、ちょっと中身見ないとね。あ、これ中身入ってなかったら笑っちゃうよな。入ってる、ちゃんとタイトルも合ってるね。
いや、これはいい。はい。続いて、薄っぺらいのがあるな。これなんだろう。はい。ダン。あ、これはマウスパッドですね。うん、フェイトグランドオーダーの、マウスパッド。あ、後ろには、キャスター。スカサハスカディ。スカサハが、いますね。いいですね。マウスパッド、これは、ああ、でも、ノットフォーセールっていうことは、一番くじでもないね。これはなんかの多分、特典かなんかでしょ、雑誌とかなんかの。うん。これは、同じようなやつが2つありますね。うん、大きさ的に、なんだろう、これは。はい。ダン。あらららら。まだあったね。ラーバーストラップ、一番くじの、ジェイションのやつですね。はい。それと、これはなんだ、バッジですね。缶バッジ。なんか、原作絵っぽい、絵コンテっぽいやつだな。うん。これはなんだ。あら、これ、詳細がわからない。これなんだろうな。うん。はい。あ、まだね。まだラバストありますね。安定のラバスト。はい。ラバストですね。うん。全陣営名言ストラップセット。第四次聖杯戦争展。あ。それ、あれ、これあれか。展示会かなんかの。グッズか。900円ですね。うん、ああ、なるほど。で、あれ？起きた装置じゃない。グダグダラバーストラップ。起きた。起きたの起きたが、面白いことになってる。800円。お、推しですよ。まさかの推しの。ストラップいいね。あとこれダン、なんだこれ、ちょっと袋から飛び出てっけど。あ、これも名シーンだね。名シーンのこれアクリルスタンドだね。ジオラマアクリルスタンドかな。あ、さっきのギルガメッシュと同じタイプのやつだ。ポストカードになって背景がついてるやつ。え、ちょっと待って、これ10円なの？これ10円で買えるんだったら普通に買ってるけどね。10円でいいのかこれ。いや、めっちゃ結構でかいし、背景あるし、名シーンだし、いいと思うけどね。10円なのか本当に。あとは、ちょっと薄いものがあるね。はい。ダン。あ、まあ安定のクリアファイル入ってんね。はい。クリアファイル。うん。で、クリアファイル。でもこれはあれだね。一番口じゃなくて市販されてるやつだ。しかもこれサンリオやん。サンリオとコラボのやつか。この20っていう数字が気になるけどね。20円なのかな。はい。と、あとこれですね。うん。なんと、C 賞、書き下ろしイラストボード。これ上位賞じゃないですか。うん、この時のくじのね、A、B が何なのかわかりませんが。へぇ、書き下ろしだしね、イラストボード。おとりじゃないのかな。はい。うん、あと、ここも、もう一個。はい。帰ってきたグダグダお得テクニック。フェイトグダグダオーダードラマ CD。あ、ドラマ CD。
分倍負荷って書いてあるけど、なんかの付録かな。ここにもね、ちょっと担当者の名前が入ってますがね、福袋アニメ CD、 まあ最初から福袋に入れるためのやつですね。あでもちょっと待ってください。ここにね、沖田総司がいるんですよ。ちょっと開けてみるか。はい、ダンとね出ました。沖田総司と織田信長。いや、いいじゃない。コンプティーク2016年5月号付録、はい、付録のやつですね。でこれが CD ですね、うん、なるほどね。これは何なんだ。中開けれるね。普通にこれ、さっきのはなんかサウンドトラックみたいなの、こっちがドラマ CD か。ちょっと待ってください、ひっついてるな。はい、はい、こんな感じで円盤ですね、はい、ドラマ CD。 まあ普通にね、ホコリが付着してるんで多分視聴はされてるっぽいな、うん、こっちはサウンドトラックだね。あと、これはなん、ちょっと待って、これ当てようか。 CD です。はい、こちらドン。あ、やっぱ CD。あ、ちょっとここにまた担当者の名前が入ってましたね、はい、CD。 ちょっとこのシールを剥がすか。はい、シールを剥がしました。ダヴィンチちゃんですかね、うん、CD だ。サウンドトラック、フリートグランドオーダー。あ、帯付きですね。定価は3800円。うん、うん、CD もちゃんと入ってるね。入ってない場合とかあるからね。ありますね。いや、これはいいな。持ってないしね。うん。いや、これはいい。あっと、まだあるね。あ、ちょっと缶バッジがね、裸であるね。ダン。これまたあれだね、サンリオとコラボのやつかな。うん。で、はい、ダン。お、これはな、あ、ブルーレイだ、また。これは何だろう。こちらは女性マスター版、男性マスター版、特典ディスクの3枚組。これは何だ。あ、普通に舞台ですね。はい。演劇の方のフェイトでした。ああ、なるほどね。まず手を出さないジャンルですね、私ね。ああ、こういうのは、あ、まあでもこういう機会にちょっと見てみるのもいいかもしれないけどね。うん、普通に。はい、こんな感じでね。で、ブックレットも、うん、うん、キャスト陣とかのね、うん、なるほど。ね、最後にちょっと一塊になってる、あ、これちょっとあれですね、あの紐で結ばれた本です。うん、なんかこれが一番重いわ。なんかあの紐でくくられてますね。多分セットなのかな。はい。
じゃないと見れないかもしれん。あいちゃん、全然本じゃなかった。これな、本だな、やっぱ本ですね。はい、フェイトグランドオーダーのマテリアル、234ということでね、1がないっていうどうせだったらもう1もつけといてくれよ。これはなんだ、これあれかな、なんかブックオフとかで見たことあんだよな。これ確かイラスト集かなんかじゃなかったかな。ちょっと見てみるか。はい、やっぱこれイラスト集っぽいな。あ、そうだね、はい、イラスト集ですね。うん、そうそう、これはね、あのブックオフでねよく見るんですよね売られてんの。うん、そうだね、グランドオーダーのイラスト集、それが3冊、なぜか1巻だけないっていうね。はい、といった以上になりますね。いや、これは申し訳ないけど自分的には大当たりですね私的にもうすでにね、このジャンヌダルクのね、このクッションが出た時点でもう当たりなんですよ、私の中では。そこにね、こういうね円盤とかも入ってるし、推しのね、アクリルスタンドとか、まあ上位賞なのかわかんないけどね、こうイラストボードとかもアリーの、読んだことないね、本とかね、アリーの、そしてね、まだ聞いたことない CD がアリーのっていう、盛りだくさんな内容でしたね。いや、これはちょっと自分的には大当たりな回でしたね。はい、いや、これは大満足です。まあ福袋センターということなんでね、まあ、実際前回ドラゴンボール福袋とは発想元は違うと思うんだよね。うん、だからね、このフェイ、こういったやつは福袋センターから発送されるものはいいやつかもしれん分からんけどね。いやー、前回がもう完全にね、ゴミくずだったんでね、今回はねどれもいい。やっぱ好きな作品だとねいいね。しかもこういう機会じゃないとね、手に入れることがなかったようなものが入ってるのは嬉しいですね。これを機会にちょっとね、見たり読んだり聞いたりしてみたいと思います。といった感じでね、今回の福ブロック開封は以上になります。はい、この機会にぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。